ちょっと、俺が好きなアイスランキング発表していい？で、今考えろ。今考える。俺が好きなアイス、コンビニとかスーパーで売ってるアイスランキング。アイスって何があるんだろう、そもそも。あー、なるほどね、なるほどね、なるほどね。ちょっと今順位作るわ、今から。なるほど、なるほど、なるほどね。なるほど、なるほど、なるほどね。小豆はクソじじいやんけ。親父が買ってくるやつやんけ。じゃあ第5位。第5位からいきます。第5位は、こちらです。カルピスアイスバー。カルピスアイスバーね。カルピスって単体でも売ってるものはいっぱいあるんだけども、1本単位で売ってるのあるんだけど、この10本入りのこのチープさ、コスパ、すぐなくなる感、家族で取り合いになる感、そのあたりを評価して、今回5位となりました。カルピス単体でもね、めっちゃうまいアイスバーとか、まあチューベットみたいなやつもあるんやけど、これがマジでトップね。棒アイスよりもトップクラスでうまい。コンビニにはない。スーパーにはある。18位じゃないやろ。4位は、まあ、コメントに何本か出てましたけど、こちらも箱アイス。箱アイスとなっております。箱アイス。ガツンとみかん。ガツンとみかんも1本単位で売ってるお高いのはあるんですが、このね、箱感。家族ですぐなくなる感。果肉がめちゃくちゃ多くてコスパいい感。あと、しかもこれさ、さっきのカルピスアイスバーなんか何本も食えないんだけど、ガツンとみかんはこう、さっぱりというか何本でも食えちゃうんだよね。ベスト3の発表です。ベスト3、第3位は、ドゥル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 ドゥ
ジャンボモナカです。まず完成度が非常に高いんだよねこれ。まずまたコスパになっちゃうんだけど、このサイズで100円、まあドラッグストアだことは100円とかを切ってしまう、うん、でしかもね、こう中に板チョコが入って外にアイスがあって、さらに外にチョコがある、しかもその外にモナカがあるっていう、もう間違いないんよ。オールウェイズ安定して美味しい。そう、ちょっと なんかたまにすげえしなしなの時あるから、なんでなんか冷凍保存ミスったとかじゃなくて、コンビニで買って食った時のすごい しわってる時あるよね。だからその当たり外れがあるよね、チョコジャンボモナとか。謎がある、謎が深い。あ、そう、手で持てるのもいいよね。汚れずに食えるっていうのもあるし、棒アイスとかと違って常に気を配る必要もないと、もうゆっくり自分のペースでゆっくりじゃん。そうそう、なんか急がなくても別に美味しい時間が長いっていうか、手もフリーだし、ずっと持ってなくてもいい、置ける。なんかその辺もすごいいいよね、総合的な判断で、いきました。第2位はどこ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 特別じゃない時もお母さんは食べてたんですけど、僕とかお兄ちゃんとかはあのカルピスアイスバーだったんですけど、お母さんだけはハーゲンダッツ食ってましたね、ストロベリーあれちょっと未だに謎なんですけど、お父さんとかがジャンボモナカで、お母さんはあのストロベリーのハーゲンダッツでしたね。でこれはコスパは最悪なんだけど、だコストが最悪なんだよ。パフォーマンスは、量はまあ普通ぐらい、ちょっと少ないかなっていうぐらいやけど、満足だよ。
たまにさ、めっちゃ果肉あるゾーンがあるじゃん。ストロベリーの。え、果肉ゾーンじゃんみたいな。あのテンションの上がり方。ワクワク感。最初、木の棒が全然刺さらない感。どう崩せばいいかわかんないやつ。牙城感。攻略方法がわかんない時がある。まあ、あのね、なんかモナカみたいなやつも好きやけどね。モナカみたいな生地に挟んでこう。あれもすげえ好きやけど、あれはさ、クッキーみたいなやつか。あれさすがにコスパが悪すぎるからさ。ちょっとあれは先行買いとしました。味だけだとあれはトップクラスだね。よし、第1位。第1位は、もうみんなもう一緒やろな、これは。これは一緒やと思うで、みんな。第1位は、シャビー。オレンジ版。シャビーというと、レモンがね、結構多く売ってるんだけど、オレンジがいっちゃうまい。俺と兄貴はマジで、シャビー買ってきてくれ、シャビー買ってきてくれ。いや、シャビー知らんのマジでやばいから。見たこと、いや、シャビーは知ってるやろ。マジでうまい。ほんまにうまい。ほんとにうまい。マジで世界で一番うまい。アイス。マジでほんとにうまい。シャビー。もう、シャビーマジでうまいからな。いや、ほんまにうまいって。まあ、サクレとちょっと似てるけど、シャビーの方がうまいと思う。ローカルじゃないよ。画像検索したらあるんだから。マイナーナイスしてるかっけ。マジでシャービーうまいんやって。え、シャービー知ってますよって知ってます？まあ、サクレオレンジとも似てる、似てる。でもシャービーの方がうまい。まあ、サクレとまあ大体一緒やな。シャービーの方がちょっと濃い。まあ、イメージはサクレね。え、そんなマイナーだったの？え、すごい逆にショック。知ってる、知らん。マジで知らない。あ、そうなんや。ローカルやったんや。なんかちょっとショック。すげえショックを受けてきた、なんかだんだん。そうなん、これローカルだったの。大人になってからショック受けるやつじゃん、これ。あ、俺が当たり前と思ってたものって地域ローカルだったんだ。なんか悲しい。へへ。ちょっと見、でもし見つけたら送ってみて。あ、アニメさん間違ってないですよ。俺が間違ったこと言ったことある？ここサンダーラッシュ、サンダーラッシュ。間違ってたことある？確かにアイスでまずいってことそうそうないよな。それ有名なアイスは。セブンイレブンとかの新商品買うと、あ、失敗しちゃったなみたいなことが多々ある。